その怪しいものじゃないんですけど、な,な,なん、なんて話しかけるんですか。おじさんが、あの、<う>ちょっといいですかって言われて、なんか。やりたいかどうかとできるかどうかって違うじゃないですか。嫌いなんですよね。嫌いなんですよね。人前で。人前で。<laughs> <laughs> う,うんだと。そう,いうないんだと、そう、そう。そう、そう。そう、たいです <laughs> 高校2年生の時に。渋谷のスクランブル交差点でスカウトされました。 109の前とかですよね。で、それ渡ってる最中に、いきなり声かけられて、そうそうなんか立ち止まるんすか<う>トランプロコ船ってすげえ大量に人いるじゃないですか。109の前とかですよね。で、それ渡ってる最中に、いきなり声かけられて、そうそうなんか立ち止まるんすか立ち止まりました。あとね、詳しく言うと、うん、その地下鉄から出てき、登ってきて地上に上がったぐらいの場所ですかト、はい、されました。 おでさその怪しいものじゃないんですけどとか、うん、ナンパフな,な,な,なんて話しかけるんですかおじさんが「あの<う>ちょっといいですか?」って言われていきなりおじさんが「ちょっといいですか?」って <laughs> こういうものなんですけどもしよかったらみたいな感じで言われて進路すごい悩んでて芸能界にちょっと興味があったんですよ高校生の頃 2> 高2ですね高2で進路とか悩んでたんですかだってみんな周りに受験勉強してて そら、いきゃといいじゃないですか。ううで,すね、で、勉強も別にすればいいじゃないですか、ね。高一の時に、オーストリアから帰国して。え、じゃ、まだ2年間しか日本にいない状態で、んでなんか周りが受験だ受験だみたいになってるんだ。あ、じゃ、もう大学行かないで芸能界で生きていくんだって、うん、そのスカウトされた時に決めたんです。かそうです。うん、まあ、でも、大学行ってるじゃないですか。行ってるんですよ。あ <laughs> の,の、設定じゃないすか。<laughs> ずれてますね。芸能界がもうすごく楽しくて、まあ、そんなに最初からすごい仕事があったわけじゃないですけど、仕事して。 なんか、うん、休み時間とか一人ずつして行ったりとかしてもう自分はちょっとみんなとは違う道を生きるんだって思ってたんですけど、うん、まあ家族だったり妹だったり私元いるんですけど妹だったり担任の先生に受けれるなら受け,受けたらっていうようなことをすごい言われて試験ぐらいだったら受けてみたらみたいなじゃあちゃんと仕事もやりつつ大学もちゃんと通ってっていうのできちんと卒業したんですね。名前がトリンドルなので 友達に出席票を出してもらうとかも絶対ばれちゃうんですよ。小 <laughs> 半年もいきなり休学して、また行ってちょっと休学してっていうのをちょっと繰り返して、5年半ぐらいかかったのかな。<ー>うん、日本の芸能界ってなんかその、うん か可愛くニヤニヤしてて分かりませんって言ってる置物タイプの人の方が結構普通に仕事が来るじゃないですか大卒とかで頭がいいよりもなんかそういうの分かんないんでって愛嬌売ってる人を出したいみたいな需要が結構あると思うんですけどんうん、うん、あでも私そんな別に頭良くないんで多分大卒でも大卒じゃなくてもあんま変わんないと思います人 <laughs> 前にそのなんか出てく仕事ってもともと好きなんですか、はい、でも多分興味は たのかなって母親には言われますね。うん、ちっちゃい頃、幼稚園の時に白雪姫をこうやったんですよ。うん はいはい、でなぜか私王子様,や王子様役で王子様役2人しかいなくて白雪姫役はね10人ぐらいいたんですよ、うん、王子様役やった方が目立つというか王子様役を多分自分は選んだのかなと思うんですけど人前に出るのが好きなんだどうですか好きですか嫌いなんですよね人前で嘘だだうそなのであの <laughs> 僕そのカメラの正面になるべくいないようにするとかもあんま人前に出たくないんですよ でもおしゃべりってかそか話すのすごい上手じゃないですかでも嫌いな人だったら全然しゃべれなくなりそうじゃないですかでもなんかやりたいかどうかとできるかどうかって違うじゃないですか <laughs> まあこの話掘ってもしょうがないんですけど <laughs> はい。